はい、それでは動画2では、今度はキラーヌードルを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、次にキラーヌードルをパッケージ開けました。中には麺ですね。で、スープ、こちらが、グランドポーク、これお肉ですね。で、カシューナッツ、ネギ、ピクルスと、こちら、山椒とチリオイルとなっております。早速、ポット沸いたので作ってみたいと思います。はい、早速、沸いたお湯に入れてみたいと思います。スープは、これは凍っているので、これは3分ですね。はい、で次に麺が、2分となっております。入れてみます。 OK。 そしてタイマーを3分に設定と。はい、ちょうど2分経ったので、麺をこちらのザルに入れてみたいと思います。 OK。 はい、早速出来上がったので食べてみたいと思います。いただきます。辛そう。濃厚ですね。濃厚ですね。またラー油がいい感じに混ざって。いただきます。うんうん、これ辛いすぎるのはたまんないですね。そうですね。うんうんうん、ラー油も別のスパークになってるんで、うん、辛さは調節できます、うん、またごまなのかな、まあ、ナッツも入ってるんでちょっと担々麺チック、うん、そのまた胡椒もいいですね。ピリピリいい感じで効いてます。うん、うん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 、はい、うん、でこちらの、辻田キラーヌードルですね、うん、下記の URL、ベストラーメン LA.com から、購入いただけますので、ぜひお試しください。また、僕のクーポンコードですね、ZAC10 ZAC10 で、割引となるので、皆さんよかったら試してみてくださいね。はい、じゃあまたねー。またねー。またねー。